自画像、ルイ・レオポルド・ボワイ能力圏のラバセで彫刻家の息子として生まれた。幼い頃から芸術に秀でており、独学で絵画を学び、12、3歳頃から作品を作り始めた。1774年に、デゥエを訪れた際に、セイアウグスチの会始に自作の絵を見せたところその才能が認められ、その3年後アラスに移りトロンプルイユをいくつか制作した。 フランス革命が勃発した時には、公安委員会にフラチな絵画を描いたとして逮捕、されるも、愛国的な作品を制作した、タメジャン・ポール・マラーによって釈放される。また、ナポレオン時代の1803年にはサロンド・パリで、メダルを授与される。1833年には、レジオン・ドヌール勲章・グラント・フィシエを受賞する。マリー・マドレーヌ・デリンヌと1787年に、 結婚しており、三人の男児を設けた。長男に、ジュリアン・レオポルド・ボアイ、次男にエドアール・ボアイ、三男に、アルフォンス・レオポルド・ボアイがおり、いずれも、父と同じ画家となった。また、アルフォンスは渡米し、彫刻家としても、作品を残した。ありがとうございます。